今、伊勢駅は、愛知県一宮市今伊勢町宮うしろ一丁屋にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は、NH51。駅構造2面2線の相対式ホームを持つ、地上駅で停車するのは普通列車のみ。ホームの長さは80メートル。駅集中管理システムを導入した、無人駅で、券売機、生産機、改札機がある。トイレは、 未設置。岐阜方面の1番線ホーム側に駅舎がある。市宮、名古屋駅方面の2番線ホームへは、古線橋を渡る必要ががある。2番線ホームは隣接する JR、東海道本線との間にあるため、ホームが非常に狭い。そのため、当該ホーム利用時は停車する列車が到着するまで、古線橋で列車を待った方が安全である。 東駅付近から名鉄岐阜駅までの区間には、名古屋岐阜間特急運転開始にあたって新設、及び整備された1935年当時のトラス組河線柱が、現在も多く残っている。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、867ページ。寺田雄一。 海底審判データブック日本の私鉄ネコパブリッシング2013年255ページ ISBN 978から47億7701万 3364AB 名古屋鉄道黎名、第463号名古屋鉄道1987年4月26ページ市宮市議会定例会 1999年9月9日 SF カードシステムトランパス導入路線図名古屋鉄道2005年2月25日 AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道端末折り込み 名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年8月6日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。 1994年651から653ページありがとうございます。